自慢話をしている人は実は自信のなさの表れだと言われています。開運コミュニケーション講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は人の心理を仕草や態度で見抜くということを4つほどお伝えしていこうと思います。まず1つ目は、他人の陰口を言う人っていますよね。この陰口の正体は実は自分に対するコンプレックスであるというとこなんです。例えば、あの人って性格悪いよねって陰で言ってるとしますね。そうすると、その言ってる本人も実は性格が悪くって、性格が悪いという自分が嫌だと分かっているんです。で、分かっているんだけど、自分の嫌な面を他人を通して見てしまったことによって、あの人は性格が悪いと指摘をしてしまっていると、そんな流れなんです。で、この陰口っていうのはコンプレックスの本当塊でね、例えばあの人って太いよねとか、あの人って地味だよねとか言ってる人って、結構自分も地味で太りやすくって、そういうのが嫌だって思っているから、ついポロッと口に出しちゃうんですね。で、これを心理学では投影という言葉を使ってまとめてるんですが、他人を通して自分を見てしまう、自分の嫌なところを見てしまっているので、つい口にしちゃっているんだなって思ってください。もし悪口を言われた人は、悪口を言われた人がいたら、あ、この人も自分が性格悪いと思ってるんだなぐらいで軽く受け止めていただいたらいいかなと思っています。そして2つ目が、独り言が多い人はストレスが溜まっているという可能性が高いんです。で、このね、例えばピンチに陥った時とか、トラブルがあった時に、あー、やばいっていう言葉ってよく口にすると思います。開運的に言うと、やばいって言ってるからやばいを引き寄せてるんだけれども、やばいって思わずつぶやいたこの経験って多分皆さんあると思うんですね。で、自分の中でトラブルがあってハプニングに出くわした時に、ぐっとストレスがかかったとします。そうすると自分の中で処理ができなくって、つい無意識のうちにアウトプットをして、精神のバランスを保とうっていうことをしているんですね。なので、ブツブツこう独り言を言う人がもしあなたの周りにいたら、ストレスが溜まってるんだなって思っていただいて、なんか困ってることある、手伝えることあるって優しく声をかけてあげるようにしてみてください。そして3つ目が、あからさまな咳払いは怒り、怒っているよっていうことを知らせるサインだったりします。会話中にね、私も何人かお会いしたことがあるんですが、急にね、ってやるんですで、あれ、喉痛いのかなとか、空気乾燥してるみたいに最初は思ってたんですが、実はこれって今怒ってるよとか、今ちょっとイラッとしたよっていうことをアピールしてきてるサインだったんです。で、こういうね、咳払いをすることによって、その場を静かにさせることができたり、もしくはその場を黙らせることができるっていう経験をしたことがある人が快感に味を占めてる感じ、自分の咳払い一つで空気感変えれるって思っている方が多くって、それで、まあ、意識的になのか無意識的になのかはちょっと定かではないんですがってやるんです。なので、まあ、こうやってね、会話中に急に咳払いをされたら、あ、この人怒ってるかもしれないと思っていただいていいと思うので、それに気づいたらその場からそっと立ち去るっていうことをね、やっていかれると、まあ、揉め事のもとにはならないかなって思っています。そして4つ目が、自慢話をしている人は自分に自信がない人の表れであるというとこなんです。これは過去の栄光の話であったり、今現在の話であっても同じです。自慢話っていうのをしているその当の本人は、自慢話しているって
思ってなかったりするんです。ただ過去自分こうだったよとか、今はこんだけお金稼いでるんだよ、今お金持ちなんだよっていうことをただ言ってるだけではあるんですが、自分に自信がないからわざわざそれを武器にして言わないとその場に入れないから自慢話をしてくるんです。で、まあみんな大人なんでね、例えば私はお金に困ったことがなくってって言ってたとしても、ああそうなんだで終わらせてくれるとは思う。人によっては、ああすごいねとか、お仕事頑張ってるんだねって言ってくれるとは思うんですが、大人の人が周りにいればいるほど、あなたのことを、ああなんか幼いなとか、ああこの人自慢話してて自信がないんだな、頑張れみたいな感じで思ってたりすることも多々あるんです。過去の話をね持ち出してきたりとか、今現在お金に困っていないとか、私稼いでるからとかっていう人たちはね、なんだろうな、それを言ってへーってスポットライトを浴びるっていう経験をしたことがあって、そのスポットライトを浴びている自分は素晴らしいと、でそしてそれが自信に変わっていってるっていう感じなんですね。なのでまあ自慢話っていうのをたくさんされる方に関してはね、もう淡々とすごいね、さすがだねみたいな感じで、もうさらっと持ち上げといてあげたら、なんだろう、そのね、よく言えば淡々と言うことによって、あ、この人には自慢話しても通用しないって受け取ったりとか、もしくは心からわーすごいねって言ってあげることによって、逆にわーすごいねが自信につながっていって、徐々に自慢話というのが減っていくっていう傾向にも変わっていきます。さあ今日はお相手の態度、会話から相手の心理を見抜く方法4つお伝えしました。いかがでしたでしょうか。吉原亜美のミューズチャンネルでは再生リストの方にカテゴリーを分けて投稿していっております。チャンネル登録の方から再生リストを見ていただいて、あなたの毎日に使えることがあればぜひ取り入れてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。